なんでインフルエンザになった。いいよそんな。いいって優しいな、そんなの。いいマスク。Fuck you。はい。Fuck you。YouTube こんにちは、サミです。今 A 型インフルエンザになってます。はい。全然楽しくない。金曜日の夜、夜中に、旦那さんが、起こして暑いよとか言って、で熱測ったら39度ぐらいになって、ですぐに病院行ってインフルエンザの検査してインフルエンザになってた。で土曜日昨日とずっと40度ぐらいの熱が出てて、で今日はちょっと良くなったけど、38ぐらいになったけど、まだまだなんか体と頭が痛い。あとずっと喉が変、なんか咳がいっぱい出て、なんか変。せっかく冬休み終わったのに、仕事始まるはずだったのに、また休まなきゃいけない。つまんない。せっかくいろんな楽しい計画とかも知ってたし、なんか、まあ、見て私の顔、見てこれ。ひどいでしょひどい顔でしょ。はい、マスクしてます。旦那さんがインフルエンザにならないように気をつけます。はい、それだけです。今はちみつの、柚子と生姜の漬け、なんか生姜と柚子のはちみつ漬け、柚子茶みたいな飲んでます。手作りの。はい、これだと治るかな。はい、じゃあ寝ます。皆さん、おはようございます。今日の朝ごはんは、これを飲みたいと思います。プチベジ36という、なんていうの？野菜と果物のローフードドリンクです。はい。まあ、友達からサンプルでもらったんですけど、すごい美味しいの。まあ、飲ませてもらったのは、豆乳と混ぜたやつ。今日はただのお水で飲みたいと思います。で、普通に飲みます。うん。水でも美味しい。あ、これ気に入った。すごい美味しい。
今日はちょっと風邪気味。でも、これなら元気になれます。なれる気がします。豆乳と飲んだ時はすっごい美味しかった。これも水だけでも美味しいの。牛乳ちょっと。はあ、美味しい。これは美味しい。ごちそうさまでした。